あ、どうぞ。ありがとうございます。
篠崎さん、おはようございます。ちょっと Mac Air の調子が悪くて使えないんで、今日は iPhone 配信になります。
た。そうね、最近カセットコンロばっかりだね。これが一番楽っちゃ楽だからね。火加減も説明しやすいし、朝活総集編の方はこれで大助かりよ。よいしょ。同じ時間蒸らして終了。卵飼ってるだけあるね。お、はい、押し麦入りだよ。今日も熱々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 。暑いね。名誉教授っていう人の方が熱い。あ、痛え。前かがみになると針打ってもらったとこが結構来るな、響くな。やれば今日もいいだろう。さあ、ご飯ご飯。
ゆっくりご覧ください。あ、中山さん、おはようございます。今日も押し麦を炊いております。今日は片手鍋を使って、中身が見えるでしょう。調理中の風景が見えた方がいいバージョンはこっちだよね。さあ踏み入りますか。うわ、喉乾く。昨日冷房消して寝たからか、暑いなと思って中身が冷めたわ。もう篠崎さん、あれ、ライブは？さっきまでライブやってなかったっけね。あら、そうなの。犬がびしょ濡れで帰ってきたので拭き上げ中です。なんか雨の中走ってきちゃったの。散歩中でね。今日は篠崎さん当番じゃなかったんだね。火を弱めて、ここで火を弱めましょう。
あとはもう弱火で大丈夫です。Yes, Japan. Good morning. Gaijin-san, yeah. T.A.-san. Ohayou gozaimasu.
火を止めます。で、タオル、よし、ね、白いご飯を今日は食べよう。久しぶりにこのとこ餅押し麦ばっかりだったからね。中山さん、おはようございます。Mm-hmm.
踏み入りますか今日もね。もう篠崎さん終わったんですね。ご飯食べてるのかな、じゃあ篠崎さん。私もエネルギーが30分ぐらいしか持ちませんので。そうですか。いや、先ほどはどうもありがとうございました。だいたい1時間ぐらいライブやると疲れますもんね。最近甘いものを食べないようにしてからかなり楽になりましたわ。やっぱ糖分をこう体の中で処理するのにかなりエネルギーを使ってるらしくて、まあそれを自分の体で実験中です。ご飯は食べてもいいけど締めのお菓子をやめるっていうね。あの糖分の勢いでめっめっちゃ食後眠たくなるんで、午前中のモチベが上がりづらくなるんで。ここで火を弱めます。
私は最近はエレベーターにハマりだしました。そっか、今度はエレベーターを乗ったり降りたりするのとか、乗ってる時間を撮影するのか、なんかお化けとか出そうでいいね。エレベーターって大体3つだからお化け出る話多いやん。篠崎さんもいつかエレベーターの中で何かに出会うよ。貸し切りなのでなかなか難しい。へえ、貸し切りのエレベーターなんだ。いいっすね。貸し切りエレベーターの階。映ってはいけないものが映り込む篠崎さん。篠崎さん車で映るのか。そうだね、エレベーターの中でちょこっと話するよね。でもまあ篠崎さんのことが何回も入ったり出たりすれば必ず貸し切りの時があるでしょう。でもいいっすね、なんかそういう新しい試みができて。よし、炊けた。同じ時間蒸らしていきます。
美味しそう。あっちあっちあっち。あっち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 。今日はね、花越前っていうね、お米にしてみました。感じね。今日もいい感じに適当な水かけ、まあまあかな。それで今日は、なんか入れようかと思ったけどな。醤油漬けにしたサーモン、なんかな。さてと踏み切りますか。
いい感じだね。生米がご飯に変わる瞬間。ガラス蓋ってこれだから中が見えるから楽しいよね。篠崎さん、おはよう。やっと Mac Air の調子が戻ってきたからパソコン配信に戻したよ。カセットボンベの関係で今日は台所で炊いてるわ。お
疲れ様です。犬の散歩。やっぱりご飯。じゃあ同じ時間蒸らしていきましょう。皆さんにはちょっと近くまで寄ってこんな感じかな。梅干し。おはようございます。おはようございます。思った感じのかぼちゃと違うな。そうなんですよ、いただき物のかぼちゃ使おうと思って1ヶ月ぐらい寝かしたけど、このみずみずしだったらすごいね。今朝はかぼちゃです。かぼちゃ炊いてみます。
風が今日強いね。風が抜けて涼しいは涼しいんだけど火が使えないこれじゃ。なもんかな。よし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 、じゃ今日こんな感じで始めたいと思います。さあ踏みろ。おはようございます。早いね。
体やっぱ沸騰する時間はそんな変わらないね。ご挨拶ありがとうございます。
よし。ほぼご飯。同じ時間蒸らしましょう。余熱調理です。もうね、昨日もねテレビの人に話したけどね、余熱調理意外と大事だからって言うんだけどね、余熱調理の意味を理解してくれないからな。うわ、かぼちゃのいい香り。違う、サラダチキンかこれ。うわ、かぼちゃうまそう。
ただき物はこれだ、今日は。辛っ。これを使ってご飯を炊いてほしいとのことだった。原宿のなんとかどうとかってやつで、2枚入るかな、これ。やってみっか。おはよう。ボンジーア、オブリガード。勇者王スーパーロボット対戦ビジュアル系。おはようございます。ありがとう。おはよう、おはよう。ボンジーア、オブリガード。勇者王スーパーロボット対戦ビジュアル系。ごめんなさい。離れていました。篠崎昌磨書磨 .jp。おはようございます。おはよう、篠崎さん。うん、多分ね、この甘辛いチキンが相当味濃いっつってたから。勇者王スーパーロボット対戦ビジュアル系、なんて美味しい料理でしょう。ね、篠崎昌磨書磨 .jp。 安心して散歩に行ける時間がどんどん遅くなっている。昌磨です。すでに霜が、霜が降ってんの。それとも霜にいた。片方こっち側が白いご飯、こっち側がチキン入りご飯。おはよう。前掛けが邪魔か。風は抜けてんだけど、なんか蒸し暑いね。投資広告は詐欺であるだろうね。略してやっぱりお金は稼げないんだよ。
具がないやつの方が早いな。こっちの方が早いね。昨日は無事に24人しっかり送り出すことができました。いや、香辛料のすげえいい香りすんな。からだな。よし、火はもう弱火で OK。 ちょいか。うん、美味しそう。朝からがっつり飯だ。今日のあれ動画は結構迫力あるかも。でこれで俺も代謝を上げて、
はようございます。優勝王さん、篠崎さん、皆さん、中山弘樹、おはようございます。おはようございます。今日3連休じゃないの、みんな。本日、敬老の日。中山弘樹、ウニは2連休ね。私はこの連休ずっと仕事です。最後の仕上げだ。ここで火をはけて水分を飛ばしに切る。で、あとお焦げも作ると。今日はなんかチキンをいただいたから、そのチキンを使って炊き込みご飯を今炊いてるから、今日のは迫力があるから後で楽しみにして。最後にね、もう一回強火にしていこうね。もう白い方は炊けてるから、もう一番もう弱火で大丈夫。おこげ作るわけじゃないから。ね、白いご飯は勝手に自動装置で火が止まったんで、もうここで火を止めちゃいます。皆さん、連休中はいかがお過ごしでしょうか。私は地味にしっかり忙しく仕事です。さあ、同じ時間蒸らしていくのがお仕事です。タオルをかけてしっかり蒸らそう。赤子鉄馬、中山さん、おはようございます。アスタリスク、マックコートね、こちらとね、しっかりタオルかけましょうね。よっこいしょ。ダブル蓋開けパッカンです。篠崎昌磨書磨 .jp、 壁のホームで天ぷらは強すぎる。そうなんだ、天ぷらうまいよね。天ぷら好き。どうでしょう。篠崎昌磨書磨 .jp、パッカンタイムです。これですね、チキンの方火に炊けてるね。さっきシャバシャバだったからみんな心配したんじゃないかな。蒸らし調理ってこういうことっすよ。シャキンシャキン。重い。鳥が重いもんな。これは白いご飯は今日は食べず。
鶏肉をメインで考えてます。以下、親からいただきものは断ってはいけないって教えられましたので断りません。わら。ね。ダイエットなんだって、太り気味だから。最近の女子はね、そういう言葉遣いが使えるから。ダイエット It's a diet。 にしようかと思ってます。いいね。